ガンモドキ。はい、どうもネビルです。上位隊が使うサポート編成やってく。はい、だいたい1ヶ月前ぐらいですかね。まあ、僕が考えるサポート編成、赤、青、緑、それぞれやったんですけれども、今回はですね、上位隊、僕ざっくり50位ぐらいまでの人たちのパーティーを全部見まして、それぞれの色の属性で、こういうサポート編成をしている傾向にあるというものがちょっとつかめましたので、そちらをぜひ皆さんにおつ、はい。ちなみに今回もちろん、この編成をみんな上位隊の人だからやってたとかではなく、こういった傾向にあるというものなので、一つのね、参考程度にしてみてください。はい、じゃあ今ね、環境的に多い青からいきますか。はい、青のサポート編成こちらでございます。青はですね、圧倒的な特徴が一つだけあって、みんなやっぱりね、ゾーン系をつけてましたね。はい、こちらですね。苦手属性から 15% 減少。ということで、緑のね、キャラクターから受けるダメージが減少できるっていうところですね。まあ、カイドウシャンクス2カあたりの対策と思っていただければいいかと思います。そして結論から言うと、他の赤と緑に関してはゾーン系の人たちはね、さほどいませんでした。というのもこれ当たり前なんですが、ゾーン系ってなかなか数がいないんですよね。はい、こんだけしかいません。その中でも青が最も多いんですね。なので青はゾーン系で組んでる人が多くて、でさらに新世界も組めるということもあってですね、これめちゃくちゃいいんですよね。緑属性の敵に対してダメージが増加するし、ゾーン系で受けるダメージも減少すると。ということで、青に関しては、ゾーン系と新世界だけでこんなにいるんですよね。ここまでね、二つが被っているキャラクターっていうのは、本当に他のね、色ではいないんですよ。なので、できればね、皆さんもこのあたりの、はい、この7体ね、この7体はもうぜひ、ゲットしてほしいなと思います。まあ、最悪、このあたりですね。はい、青のゾーン系が来たら、基本的にはもうゲットするようにね、動いた方がいいかなと思います。はい、では続いてなんですが、緑いきましょうか。はい、緑はこちらです。先ほどのゾーン系とは打って変わってね、ちょっとガラッとサポートが変わりました。緑編成は2パターンあるので、まず1つのパターンとしてはグランドラインをメインにするパターンですね。はい、これが同じ属性の敵から受けるダメージ減少がついてるので、はい、同じね緑属性、まあ2カ対2カとかにはかなり有効ですよね。でさらにゲッター、これもめちゃくちゃ大事な要素だよね。2カとか使ってるとダッシュした時の初期値増加ということで非常にいいかと思います。でこれ初心者の方でも結構組みやすいんですよね。はい、このルフィたちに加えて、おざこナミとか、おざこロビン、おざこブルックとかもいるのでね、非常に組みやすいんですよね。本当に始めたばかりの方でも組めるサポートなので、おすすめです。で、もう一つですね、緑のパターンがございました。はい、こちらですね、新世界をメインとするパターンです。これはなので、ニカとか使ってる時の、対アルベル対策かな。はい、こちらもね、新世界の緑属性結構多いんで、うん、ご覧の通りですね。なので、結構組みやすいんですよね。そして先ほどと同じようにゲッターがついてるので初期値増加ができます。はい、だからね、2カとか使ってる人だと、まあ、このどちらかがね、非常におすすめなんですが、どうだろうね、今の環境だとグランドラインの方がいいかな。まあ、言うて、アルベルそこまでリーグで見ない気がするんでね。はい、環境に応じてちょっと変化させるといいかなと思います。そして最後、赤ですね。前提として、赤を使ってる上位隊の人たちがね、そこまでいなかったです。まあ、大体みんなやっぱ今、緑か青でしたね。まあ、その中でも赤使ってる人たちはこういう編成をしてましたね。はい、こちらでございます。これもね、麦わらの一味、まあ大体ルフィかな。ルフィを中心とした新世界編成ですね。うん、これもいいよね。赤属性使っていて、まあ青がね苦手な属性なんで、青だからキドロとかと戦う時にはこれが効いてくるっていう感じですよね。アルベルクイーンあたり使ってる人はもうこれ必須ですよね。うん、やっぱキドロをねキルしてなんぼみたいなところありますからね。はい、まあ、そしてこの赤に関してもですね、結構ルフィ、はい、初期のルフィとかが多いので、まあ、初心者の方でもね、簡単に編成できるんじゃないかなと思います。仮にこれヤマトがね持ってない人でもヤマト抜けてしまってもね、はい、そこまで影響ないんですよね。うん、なので超フェスとか別に特に必要ないし、昔の星に星3、はい、お銀とか入っちゃってますから、結構おざこキャラで編成できるおすすめの赤編成ですね。はい、いや結構ねやっぱ上位隊の人たちすごい考えられている編成です。さすがだなと思いましたね。はい、みんなどうだった？まあ、ちょっと青属性に関してはね、あのゾーン系が必須になってくるので、なかなか初心者の方は難しいかもしれないんですが、緑とか赤に関してはもうすぐできるような編成だね。はい、ということでちょっと今回このシャンクスカイルでね、ちょっとシャン
ンスタイルで潜っていきたいと思いますのでよろしく。なんか最近結構意外とバランス、環境のバランスかなりいいと思うんですよね。はい。だから、なんか、どのキャラ使っても楽しいというかね、やっぱシャンクスも楽しいし、青山とも結構出てきてるし、まあ歌もなんちゃいけるし、まあ昔のキングもね、はい、いけるしみたいな感じで、あ、どれ使ってもいいじゃんみたいな感じで、まあ、もしね、なんかいい感じの、あ、これはですね、カウンターに合わせ、カウンターはダメです、そこでしたら。だから上手い人ってね、やっぱカウンターあんま打たないんですよね、ニカをね。本当に打たないですよね。ここぞっていう時にしか、打たないかな。オーケーラッキーありがとうございます。フルゴラの先輩の横取りありがとうございます。そしてアルベルちゃんやっていきましょうかね。アルベルっちはもうちょっとこの辺アンドン来るでしょ、アンドン。うん、アンドン待ちっていうこともあるんで、何？ちょっと待って、一旦このちょっと、3回目的剥がせた、オッケー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 、一旦ちょっとアンドン待ちですね、これね。はい、アンドン待ちなのこで、片栗にバシコン、オッケー。で、さらに、ちょっと待って、どっち、あ、こう、待って、来るよ、よいしょ、オッケー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 、よいしょ、バシコン、さらにバシコン、オッケー、からの片栗も逃がしません。片栗ちゃんもこれで一発で、バシコン、そっちじゃない、そっちじゃない、ダメなの、そっちは。今回避使ってたよね。はい、でもこれはさすがに用できない。そしてからの片栗ちゃんをやっていきたいけど、こっちで避けといて、バッチバッチコーン、バッチバッチコーン、オッケー。さあスキル溜まりやす、すごい嬉しい。はい、これもワンパンできんじゃないか、オッケー、ナイス。さあちょっとここ抜こうか、うん、抜きたいけど、いや待って、あっちだな、あっちあっち行こう、あっち助けに行きます。はい、ヤマトお疲れ様です。そして、あー、ちょっとやられちゃった、キドロちゃんがやられちゃった。うちのキドロちゃんに何してくれてんのよ。僕も危ないかも僕も危ないかも。うん、オッケー、ちょっと待って、これスキルたまるまで待ちたいんだけど、一旦ちょっとマム警戒しつつ、ここで一旦、なるほど、っちジャスカイ決めといて、さあここですね、これでバチコン、ナイス。なんか火力上がりまくってんな、あっとバージュラングガン、オッケーオッケー。でもあと何秒、1分ぐらいでしょ、30秒か、30秒でこれカイドウに変われるのは素晴らしいですね。はい、ちょっと待って、これはね、 A 旗ずっと守っとくっしょ、 A 旗守っといて、最後の最後で、キドロちゃんが、キッドちゃんが抜いていた E 旗に行きましょうか。はい、その作戦で A 行きましょう。ちょっと待ってね、まだあそこいるな、あそこにいるな、 E 旗にまだ敵がいるんで、一旦ちょっとこっち警戒させといて、ここで撃っといてからの、こっから飛んでバチコン、オッケー。ここ、うわ、なんか満タンに溜まってるんかい、ありがとうありがとう、ウトちゃん、うん、君と抜いていきたい、僕は抜いていきたい。はい、カイドウがやっぱ裏は強すぎる、ありがとうございます。なんかとても最近寒いね、なんかとても最近寒いね、だからチャンネル